これから、ノロウイルスの食中毒予防について、令和5年、12月版の説明を始めます。よろしくお願いいたします。本動画の内容は、2つの項目について説明いたします。まず、ノロウイルス食中毒の発生状況について。次に、ノロウイルス食中毒の対策についてです。まず、ノロウイルス食中毒の発生状況について、ご案内します。昨年全国で発生した、食中毒の、病院物質別事件数です。グラフを見ますと、事件数では、アニサキスが566件あり、最も多く発生しました。次いで、カンピロバクターが原因となった食中毒が、185件発生しました。ノロウイルス食中毒については、昨年は、例年に比べて減少しましたが、63件発生しており、依然として多い傾向にあります。今年は、11月6日時点で、ノロウイルス101件が、全国で発生しています。次の表は、昨年全国で発生した食中毒の、病院物質別患者数を示しています。グラフを見ますと、ノロウイルス食中毒の患者数が最も多くなっています。ノロウイルス食中毒では、1件あたりの患者数が多くなる傾向にあり、昨年は2175人の患者が発生しました。今年は11月6日時点で、全国でノロウイルス患者が3886名発生しています。次に、昨年全国で発生したノロウイルス食中毒の月別発生件数です。ウイルス性の食中毒の特徴として、空気が乾燥する冬季に多発することが知られています。ノロウイルス食中毒の月別発生状況を見ますと、その傾向が顕著に現れています。冬の時期は、特に注意が必要です。次に、昨年全国で発生した、ノロウイルス食中毒の、原因施設別、発生状況です。グラフを見ますと、食中毒事件数、および患者数は、飲食店で最も多く発生しており、次いで、仕出し屋が多くなっています。このグラフは、昨年発生したノロウイルス食中毒1事件あたりの原因施設別平均患者数を表しています。特に、仕出し屋で1事件あたりの患者数が多くなっています。その他、飲食店、事業場、旅館、病院、学校でも1事件あたりの患者数が20人以上となっています。一度に製造する量が多い施設は、発生時の患者数も多くなる傾向があり、大規模な食中毒に発展する危険性が高いです。次に、ノロウイルス食中毒の対策についてです。まず、ノロウイルスについて説明します。ノロウイルスは、直径35から40ナノメートルの極めて小さなウイルスです。ノロウイルスは、食品中では増殖することはありませんが、食品に付着したウイルスを摂取した後に、人の小腸上皮細胞内で増殖します。その他の特徴としては、自然界でも長期に感染力を持ち続け、抵抗力が強く、乾燥や水中に対しても耐性を有しています。さらに、遺伝子の変異を起こしやすいことが知られています。人に対しては、10から100個程度のごく微量でも、口に入ると感染してしまいます。なお、感染者の糞便には、多い場合は1グラムに10億個のウイルスがいます。ノロウイルスの潜伏期間は、24時間から48時間とされており、摂取から1から2日後に、下痢、嘔吐、軽い発熱といった症状が出てきます。治療薬はありません。通常は、数日間で自然に治癒しますが、症状が回復した後も、糞便中にウイルスが排出されます。高齢者の方には、下痢や嘔吐による脱水、嘔吐物による窒息により、死亡することがあり、特に注意が必要です。さらに、このウイルスは、感染していても症状を示さない不健性感染も認められています。食品取扱者は、
これから説明する内容を踏まえ、ノロウイルスに感染しないような自覚を持つことが重要です。ノロウイルスの人への感染経路には、食品を介する食中毒によるものと、食品を媒介しない感染症によるものがあります。食中毒とは、ノロウイルス感染者によって汚染された食品を食べたり、環境中でノロウイルスに汚染されている二枚貝を、加熱が不十分のまま食べたりすることで発症するものです。一方、感染症とは、ノロウイルス感染者の糞便や吐物に接触した後、手や指等を介してウイルスに感染する、接触感染や、ノロウイルスを含む飛沫を吸い込むことにより感染する、飛沫感染、さらには、糞塵を吸い込むことにより起こる、糞塵感染といったものです。大事なことは、ノロウイルスは、食中毒、および感染症も、いずれの原因ともなり得るため、両方の原因を意識し、対策を講ずる必要があることを理解しておくことです。ノロウイルス食中毒の感染経路です。ノロウイルス食中毒に感染した人が、下痢や嘔吐した際に、手洗いが不十分のままで、ドアノブに触れたり、調理器具を扱ったりすると、その部分にノロウイルスがついてしまいます。そこに別の人が触れてしまうと、手や指にノロウイルスがついてしまい、そのまま調理に従事すると、食品をノロウイルスで汚染してしまいます。この汚染された食品を食べた人がノロウイルス食中毒になってしまうと、嘔吐、下痢を発症し、同じようにして感染が広がってしまいます。なお、図は、広島市公式ホームページに掲載されていますので、そちらも合わせてご確認ください。ノロウイルスの食中毒予防には、4つの原則があります。それは、持ち込まない。広げない。加熱する。つけない、です。1つ目は、持ち込まないです。健康確認を行うことで、体調不良者が調理場や製造室に立ち入らないように努めてください。体調不良者は、ノロウイルス等の食中毒原因菌を持っている可能性があり、事前にチェック表を使って体調を漏れなく把握し、適切な対応をする必要があります。その際に重要になるのは、従事者は惰性で記録をつけていないか、体調不良時の対応が定まっているか、です。同時に、チェック表をつけることも大事ですが、普段から体調不良を申告しやすい雰囲気づくりが必要です。二つ目は、広げないです。健康チェックが重要であることは言うまでもありませんが、感染していても症状の出ない不健性感染者や、利用客、汚染された食品等を介して、調理場内に 100% ウイルスを持ち込ませないことは極めて困難です。そのため、万一持ち込まれても、広げないための措置を行うことで、食品汚染のリスクを軽減することが可能になります。ウイルスが広がってしまうのは、ウイルスの性質にその理由があります。患者の嘔吐物や便から、ウイルスが大量に排出されることがその一つです。糞便 1g あたりには、100万個から10億個、また嘔吐物 1g あたりには、100万個程度のウイルスが含まれています。わずかな量の糞便や吐物に、大量のウイルスが含まれていることは、拡散を生じやすくし、ウイルスの除去も困難にします。広がってしまうのは、ウイルスが非常に小さいことも理由として挙げられます。その小ささから手や指のシワや指紋、爪と皮膚の間に入り込んでしまい、手洗いをしてもウイルスが手に残ってしまうことがあります。嘔吐物の処理を誤った場合には、ウイルスが容易に空気中にも舞い上がってしまうため、感染症として広がってしまいます。表は、ノロウイルスによる食中毒発生要因の割合を示しています。少し古いデータになりますが、2016年では、調理従事者による二次汚染が原因とされた事例は、合計で 82%、不健性感染した調理従事者由来の事例は、全体の 55% でした。このことから、調理従事者による二次汚染防止の対策を実施し、食品をウイルスで汚染させない、ウイルスを広げないことが重要であることが、
お分かりいただけると思います。広げないためには、定期的な清掃、薬剤による消毒が不可欠です。施設内や調理器具等の消毒には、200ppm 程度の濃度を持つ、次亜塩素酸ナトリウムを用いることが有効です。流水による洗浄は、ウイルスを物理的に除去します。加えて、次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒を行うことは、残存するウイルスを不活化できるため、広げないためには、有効な対策になります。ウイルスを広げないための、トイレの衛生管理についてです。感染者の糞便中には、大量のウイルスが含まれており、その量は、1グラムの中に、およそ10億個ものウイルスが含まれているとされています。そのため、トイレは重要な汚染源とされています。トイレを使用する際の、ルールを定めることが必要です。例えば、トイレに入る際には、調理従事時に着用する服装や帽子、履物を脱ぐようにして、専用の履物を使用するようにしてください。用便後には、十分な手洗いと消毒を行ってください。トイレの利用は、調理従事の前、作業の節目の時間といったタイミングを決めるようにしてください。使用時も、汚染防止を心がけるようにしてください。嘔吐があった際の対応ですが、嘔吐があることを想定した準備が不可欠です。スライドにあるように、事前に準備するものとして、使い捨て手袋、マスク、エプロン、ペーパータオル、2枚以上のビニール袋、次亜塩素酸ナトリウム液等が挙げられます。これらは、誰でもわかる場所に保管しておいてください。広げないために、嘔吐物の処理についても注意が必要です。処理には正しい順番があります。まず、環境の清掃、洗浄を行うことで、残存するウイルスの量を減らすことが大切です。消毒剤は、吐物や便を極力拭き取った上で使用する必要があります。よく間違う処理方法として、吐物や便に直接消毒液をかけてしまうことが挙げられますが、この場合、十分な効果が得られませんので、事前に環境の清掃と洗浄を、しっかりと行うようにしてください。また、空気の流れを意識した、換気も必要です。広げないためには、嘔吐があった際の対応を、あらかじめ決めておくことが大切です。次の写真は、実際に、嘔吐があった場合にどのような対応をするべきか、シミュレーションしたものになります。嘔吐があったときには、一番として、窓を開けて換気をしながら、使い捨ての手袋、エプロン、マスクを着用します。2番目、嘔吐物の処理は、ペーパータオルで、外側から内側に向けて、汚れた面を折り込みながら、静かに拭き取ります。3番目として、嘔吐物を拭き取ったペーパータオルは、すぐにビニール袋に入れて密封してください。4番目、嘔吐物が付着していた床を、薄めた、次亜塩素酸ナトリウム液を染み込ませた、ペーパータオルで覆い、浸すようにして拭きます。5番目、嘔吐物の周りに2メートルを、同じように、次亜塩素酸ナトリウム液を染み込ませたペーパータオルで、拭き取るようにします。6番目、拭いた後は、10分間程度置いた上で、水拭きをします。7番目、使用した手袋は、付着した嘔吐物が手についたり、飛び散ったりしないよう、裏返ししながら外します。8番目、嘔吐物が入ったビニール袋や、使用した手袋等は、別のビニール袋に入れて、しっかりと口を閉めます。9番目として、石鹸を使用して、しっかりと手を洗ってください。可能であれば、嘔吐物処理後には、シャワーを浴びて、着ていた作業服は、洗濯をしてください。3つ目は、加熱するです。加熱処理によるウイルスの不活化には、スライドに記載された条件を満たすことが必要です。食品の場合は、中心部が85から90度で90秒以上の加熱が必要です。まな板、包丁、ヘラといった調理器具については、80度で5分間以上のお湯等を用いて、消毒を行ってください。布巾、タオル類等については、100度で5分間以上が目安となります。
4つ目は、つけないです。手洗いをする際の注意点についてご案内します。ノロウイルスは、ごく微量、10から100個程度で感染し、環境中で、長期間感染力を保持することが知られています。ノロウイルスが、2ヶ月間程度の感染性を保持した例もあり、注意を要します。ノロウイルス食中毒の予防として非常に大切な、手洗いについてです。写真は、鶏肉を扱った直後の手のひらを寒天にスタンプし、培養したものです。白くなった部分が、手に残存する、細菌やウイルスです。手洗いをする前に、爪を短く切っているか、時計や指輪を外しているかを確認してください。爪の中は特に、洗い残しの原因となり、ウイルスが残存しやすいですので、爪が伸びていないかも、よく確認してください。3枚の写真のうち、一番左側の写真は、鶏肉を扱った直後のものです。細菌が、手のひらにまんべんなく残っています。一度水洗いを行ったものが、中央の写真です。水洗いでも、菌が大きく減っていますが、完全には除去できていないことが、お分かりいただけると思います。そして、一番右側の写真は、石鹸を用いて手洗いを行った時のものになります。ほとんどすべての菌が除去されています。このように、水洗いだけでは十分ではなく、石鹸を用いた手洗いが、完全な菌の除去には必要であることが、わかります。図は、洗い残しの起こりやすい部分を示しています。ご覧いただけるように、指の間や親指の周りなどは、洗い残しが多い部分になります。図ではわかりにくいですが、爪の部分も洗い残しが生じやすいため、意識して洗う必要があります。スライドは、液体石鹸と流水による手洗いの方法についてです。厚生労働省が発行する高齢者介護施設における感染対策マニュアルに、イラストは掲載されています。先ほどご案内した部分、指先や爪の間、親指の付け根、手首の部分をしっかりと洗うように心がけてください。また、二度洗いを行うとより効果的です。手洗いのタイミングについて、事前にルールを決めておくことが必要です。トイレを使用した後や、調理場に入る前はもちろんですが、それ以外にも、汚れる可能性が高い作業の後、例えば、生の肉や魚に触れた場合等は、必ず手洗いを実施するようにしてください。他にも、使用済みの調理器具に触れたり、廃棄物を処理したりした際にも、手や指の汚染がありますので、手洗いを確実に実施するようにしてください。手洗いのルール、いつ、どのように洗うのかを、明確に決めるようにしてください。近年、手や指のアルコール消毒を目にする機会が多いですが、ノロウイルスにはアルコール消毒はあまり効きません。アルコール消毒を行う前にしっかりとした手洗いを行いましょう。最後に、使い捨て手袋を使用する際の注意点をご案内します。着用する前には、十分な手洗いをしてください。使用に関するルールをあらかじめ決めておいてください。具体的には、交換をいつ行うか、交換頻度はどれくらいにするか、といったことです。1枚ずつ手首側から取り出してください。注意点としては、食品に接触する部分には触れないようにして装着してください。手袋の交換時には汚染のリスクがあります。正しく使用しなければ汚染を広めてしまうことになってしまいます。今回の動画は以上となります。ご清聴ありがとうございました。